でかいのいる。今日は加瀬にやってきました。今回使う餌赤丸、私はだいたいいつもこちらのベース団子を使います。そしてサナギ&コーンの激アラとクワセオキアミスーパーハード L、 生き餌も持ってきました。ボケ、いや加瀬釣りは久しぶりですね。とにかくチヌを狙いたいと思います。まず朝一、弾簧を打つ前に一度ボケを落とし込んでみます。重りはね、あえてつけずにふわっと落とす感じでいきますね。水深が、そんなに深くないので、よいしょ、もしかしたらそこまで食われずに届くかも。おお、チヌだ、チヌ、ボケ、チヌ、チヌがボケ見てる。あ、食った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 、え、食ったよね。あ、穂先がやばい、ちょっと待って、穂先が食った食った食った、ちょっと待って、穂先が、あ、目の前で食ってるけど穂先折れちゃう、ちょっと穂先折れちゃう、ちょっと待って、ちょっと絡んでるから、目の前チヌがいて、あ、オッケー、あ、え、ちょっと待って、フラーと出てきたチヌが食ってきた。何にも一投目何にもしてないのにびっくりした。あ、割れないでね。あー、やばい。よいしょ。おー、すごい、穂先のトラブルから、お、お、ほい、あー、取った。もう目の前で食いました。穂先も折れてない。よし、一投目から来た。びっくりした。もうね、あの目の前見えてたんですよ、チヌ。これは幸先いいですよ。いや、針外れてる。針、あ、ここにかかってるね。ちょっと待って、取るわ。うん。おし。かっこいいです。久々に見ました。チヌです。多分朝まずめでね、上の方まで餌を探しに来てたところ、目の前にボケが落ちてきたんで、ついパクッと口にくわえたといった感じでした。びっくりした。よし、ちょっと測ってみますね。こっから、ここ、おお、待って、46です。でかいね。やった。よし、これに続きます。年なし狙うぞ。説明する間もなく釣れちゃったんですが、こちらのリール実は初めて使います。クロー、チヌコエディション、ここに書いてある。フィッシングユーさんとチヌコのコラボカラーリールです。数量限定発売です。もしね、欲しい方がいたら、ぜひフィッシングユーさんに問い合わせてみてください。よし、ちょっともう一回同じことしてみるか。ちょっと幸先良すぎやしませんか。これでね、釣れ続けてくれればめちゃくちゃいいんだけどな。よいしょ、よく穂先折れなかったな。危ないとこでしたよ。うん、静かだな。残ってきます。団子を使う。よし、これのいいところはね、海水入れなくても握ることができる。もう箱開けてすぐに握って就魚として使えるのが私は一番好きですね。やっぱりね。はい、よいしょ。はい、フグちゃん、ヒガンフグ、これがいるってことはチヌもいますよ、絶対。よし、合わ
せすぎちゃった。ああ、いました。なんか、はい。なんか、尻尾に、ごめんね。ヒラギですね。そうか、そうか。この子がいっぱいいるのね。バイバイ。おー、この城も寄ってきた。すごい。上層、この城の群れ。団子に寄ってきましたね。これ見えるかな？ちょっとね、水中カメラ入れてみますね。これ当たりが何に出てんのか分かんなくなっちゃうな、ほんと。餌を食ってんのか、ラインが擦れてんのか、そこの見極めがめちゃくちゃ難しいけど。お、来た。なんか来た。おー、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 なんか来たよ。なんか来た。おー、釣れた。この子ですね。上層いたの。この城だ、この城。いいサイズよ。まあ、あの、小さいとね、小肌って言って、お寿司のネタになる高級魚なんですけど、大きくなるとね、骨気になって、なかなか食べづらい魚になります。まあ、ちょっと狙いじゃないので、リリース。このね、団子の周り、ちょっと、雰囲気がないので、この枷の周りをね探っていきたいと思います。ボケオッケー、ほいほい。当たってるよ、当たってる。来た来た来た。おー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 、なんか来た、なんか来た。おーおーおー、ちょっとね、釣り竿を離れて別の竿で、離れたところを狙ってみたら、おー、来ましたね。あ、おー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 、よいしょよいしょよいしょ。おーおー、きれい、よいしょ、きれい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 、はい、よっしゃ。わー、お腹パンパン。おー、きれいなチヌです。のっこみ、のっこみのチヌですね。おお、どれぐらいあるかな。こっからここ、33センチ。アジが釣れたので泳がせ釣りします。アジがいるってことはアジを狙った魚もいるはず。とりあえず中層あたりになじませておこうかな。あんまりベタ底だと引っかかりそうなんで。あー、なんか、ん？泳がせ、なんか動いた。今、お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 、あれは怪しいよ。めちゃめちゃ怪しい。あー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 、待って待って待って。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、びっくりした。ドラグは、だいぶ、あ、あ、なんかいますね。なんかいる。なんかいる。うわーい。え、でかいのいる。おー、これはもうちゃんとかかってますね。かかってるね。よいしょ。ちょっと疲れさせないといけないんで。よいしょ。あ、びっくりした。お、あ、お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 、でかい、でかいよ。これは取れるんか。取れた、よかった、やった、やった、取れた、よかった、やった、やった、やった、でっかい、でっかいスズキ。わー、うまい。あー、やった、わー、でかいスズキ。はい、来ました。すごい。親針からはア
ジが外れて、この下の孫針かかってましたね。ほら、すごいギリギリのここ見える、ここ、こんだけ、ここ唇1枚でした。おお、めっちゃでかい。おお、めっちゃ暴れる。でかい。おお、びっくりした。よし、測ってみます。結構でかいよ。65ですね。シーバスが釣れるなんて思いませんでした。すーちゃん、ただいま。はい、いい子にしてたかい。毛が抜け変わる時期だね。毛が抜けるね。よし、おいしいご飯作ります。今回の戦利品は、はい、チヌ、そして、おお、鈴木です。はい、このかっこいい魚がクロダイ、いわゆるチヌです。春頃に産卵期を迎えます。オスからメスに性転換する魚で、35センチを超えるチヌはほぼメスになります。50センチを超えると年なしと呼ばれますが、ギリギリ3センチほど足りなかったですね。そしてアジの泳がせ釣りで釣れたスズキ、シーバスとも呼ばれます。スズキもちょうど今頃産卵期を迎えますね。今回はこちらの立派な魚を使って美味しい料理を作っていきます。エラと内臓はすでに取ってあるので、鱗を落としていきます。鱗トリック、プラスチックのすごくシンプルな作りになってます。孫の手みたいな感じかな。おお、取れる。おお、取れるよ。結構鱗飛びは軽減されてるような気がしますね。頭を落とします。よいしょ。身を下ろしますね。骨を取ります。皮付きのまま食べやすい大きさに切ります。袋の中に入れて、ニンニクと生姜のすりおろし、お醤油とお酒入れてよく揉んでおきます。味をなじませてる間に、生姜みじん切り、ネギ蛇腹に切っとくと簡単にね、みじん切りできます。ニンニク、ネギ、生姜と合わせておく。醤油、まあ大さじ2ぐらいでいいのかな。これめっちゃ美味しいですよ。ミツカンの純米ですね。同じだけの量、お砂糖を入れて、切っておいたネギと生姜を入れます。ごま油をちょっとだけ加えてよく混ぜておきます。あー、いい香りだ。置いておいたチヌに片栗粉をまぶして、多めの油をひいて揚げ焼きしていきます。火が通ってきたらひっくり返して、おー、美味しそう。チヌの皮は弾力あって食感がいいので、揚げ物の時は大概残しますね。はい、こんな感じで火が通ったらお皿に盛り付けていきます。ソースをたっぷりかけて、できました。油淋鶏ならぬ、なんて言うんだろう、油淋魚、完成です。魚じゃないと思うけど、油淋鶏っていうね、中華の鶏の料理があるんですが、それをチヌで作ってみました。ネギの香味ソース、とっても美味しそうですね。いただきます。うん、あ、おいしい。味しっかりついてる。さっぱりしたソースはやっぱお魚にも合いますね。うん、ネギがシャキシャキ。うまい。うん、うん、伊勢を代表するビール、伊勢門さんのヘイジー IPA。 あ、やばい、泡が半分以上泡になっちゃった。注ぎ方が下手くそで。お待たせしました。いきますよ、せーの、乾杯。あ、美味しい。この時期のチヌはね、釣れる場所によって臭みが気になる時がありますね。なので薬味の効いた甘酸っぱいソースをかけることで、ものすごく美味しく食べやすくなります。ぜひ皆さんも試してみてください。
うん、そしたらこのニューリンチヌをつまみにビールを飲みながらさらに料理を進めていきます。よいしょ、よしと腹骨取ります。骨を抜いて食べやすい大きさに切る。袋の中に入れてお醤油、すりおろしにんにく、豆板醤、辛いやつですね、ケチャップ。あ、今って言いました大丈夫、ケチャップと中華料理は合いますからね。レモン汁を加えてよく漬けておきます。はい、20分ぐらい置きました。片栗粉を入れておきます。タレが絡むぐらいごま油、皮面から焼いていきます。両面ある程度火が通ったら蓋をします。蓋がないのでアルミホイルでおお、結構水分が出てますね。柔らかいから身が、うわ、あーあーよいしょオッケーオッケーよ、できました。ちょっぴりエスニック風焼き魚完成です。ケチャップと豆板醤で甘いけどピリッと辛い味付けに仕上げてみました。魚の身から滴るような水分が出てます。どんな味するのか楽しみですね。続いての料理はお水を吸ったお米、炊いていきます。人参、彩りがね綺麗になりますね。ニンニクの芽、食感が残る程度に切っておきます。焼き豚ですね、チャーシューっていうのかな。卵を2つ割って蒸らしておいたご飯はどうかな。うっしょおつやつやに美味しそうに炊けてますよ。一気にいきます。熱したフライパンにラードちょっと多めにねOK、卵、うわー、すぐにご飯よ、混ぜる、具を入れる、すごい量になっちゃう、えいえい、ソーミシャンタン、オイスターソースですね。塩コショウで味を整えます。よく水分を飛ばして、せーの、ほっ、あはちょっと出たけど、はいできました。五目チャーハンの完成です。普段はネギと豚だけで作ることが多いんですが、いろんな具材を入れてみました。彩りも鮮やかで美味しそうですね。よし、すーちゃんおやつだよチヌの切り身食べる？おお、すごい食べた早い、はい、すーちゃん一口サイズすずはねアレルギーがあってあんまりいろんな魚をあげることはできないんですが、あ、てててて、白身だったら大丈夫と思う。あ、てててて、おいしいんだ。あ、よかった、うん、一切れぐらいにしといて、あとはチュールにしようか。マグロ&海鮮ミックスです。おやつにボールを乗っけてカバーをかける。これでスーちゃんがこのボールをこう回して食べてくれるという。よいしょ夢中だ。はい、完成しました。どれも中華っぽい味付けでお酒のあてにもなるんじゃないでしょうか。焼き魚からいきますね。いただきます。うん、味付けは、まあ、ちょっと違う、味付けは少し、うん、エビチリみたいなイメージでしてみたんですが、若干こう生臭さがあるかな申し訳ない。結構お魚ってね、天然だと個体差があるんでしょうね。なんでもう揚げちゃってもよかったかもしれないですね。うん、多分この子に合った味付けが他にもあるはずです唐揚げやフライにするともっといいかもしれないですねうん、五目のチャーハンをいきますね。五目っていうか、もっと何目か入れた気がするけど、うん、うん、うん、おいしい、うん、うん、ニンニクの芽が効いてるね。
うん、オイスターソースのコクもプラスされてます、うんうん、うまい。ごちそうさまでした。今回はカセというね、イカダに係留している小舟の上での釣りをお届けしました。正直ね、もう1投目からあの大きなチヌが釣れて本当にびっくりしたし、めちゃくちゃ嬉しかったですね。すごい上層で食ってきたので、まあ、カメラには映ってないかもしれないけど、私の目ではね、チヌがこう食うところが見えたので興奮しました。あとは泳がせ釣りで大きなスズキが釣れたのも嬉しかったです。まあ、強いて言えばチヌはね、50センチ以上の年なしを狙っていたので、次回こそはもっと大型が釣れるように頑張りたいです。チヌ子チャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。今日の釣り楽しそうだったなと思った方はぜひ高評価ボタンと、そしてコメントの方もいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。